はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのずみたです。ということで今回はフルモデルチェンジを行った BMW4 シリーズグランクーペ、こちらの内外装を詳しくチェックしていきたいと思います。2代目となる4シリーズは2020年10月にクーペモデルが上陸、その後ソフトトップの2ドアモデルカブリオレが登場しましたが、今日は第3のモデルグランクーペをレポートします。スタイルと居住性をバランスしたパフォーマーグランクーペ、まずはグレードをおさらいしておきましょう。お借りしたのは直4ガソリンターボエンジンを搭載する 420i グランクーペ M スポーツ。車両金額は673万円。ボディカラーはアルピンホワイトになります。メーカーオプションは19インチのアルミホイル、コンフォートパッケージ、ハイラインパッケージ、サウンドパッケージを装着。今回の仕様で総額約750万円となります。そして今回撮影に協力いただいたのは大津市にある滋賀 BMW 本社。店舗には様々なモデルを展示するほか、試乗車も多数配備。認定中古車の BMW プレミアムセレクションや店内にはオリジナルグッズも豊富に取り揃えてありますので、気になった方はぜひお越しください。ではまず4シリーズグランクーペのエクスリアを見ていきましょう。フロントマスクは先代のイメージを完全脱却、ヘッドライトはさらに薄くなり、各部の衣装もダイナミックにリファインされています。そして一番の注目どころは中央に構えるキドニーグリル、これがフルモデルチェンジの象徴であり、従来よりも圧倒的に目を引く存在になっています。2020年に4シリーズクーペが発表された際、かなり話題となったのは記憶に新しいかと思いますが、今でも衝撃を受けるデザインなのは間違いなし。大迫力の表情を作り出すと同時に、世間に良くも悪くもインパクトを与えるデザインとなりました。しかしながら実際に見た印象としては、意外とかっこいいのがいい意味で期待を裏切ったポイント。画像だと違和感の塊とも言える顔つきですが、生で見るとうまくその他の造形に溶け込んでおり、いわゆるブサイクにはなっていません。4シリーズのふくよかなボディサイズが功を奏しているとも言えますが、 M スポーツのデザインにもマッチしていて、予想を超える好印象となりました。これならデザインカーオブザイヤーに輝くのも納得かと思います。ちなみに大型のキドニーグリルは一世を風靡した328や2002、通称マルニをオマージュしたもの。巨大化に伴う存在感のアップだけでなく、スポーティーとエレガントがさらに際立つ縦型衣装となっています。専用パーツで武装する M スポーツは力強くスポーティーなのが特徴的。エッジの効いた鋭いフロントバンパー、面積を拡大したサイドガーニッシュなど、スタンダードとは一味違う表情を作り出しています。質感を見ていくと、キドニーグリルのフレームはクローム仕上げ、中に与えるドットパーツはマットクォーツのシルバー塗装になっています。またメッシュのところもきっちりハイグロスブラックで仕上げてありました。サイドガーニッシュも同様にハイグロスブラック、空気の抜け穴を設けて空力効果を出してやるのもいいですね。ヘッドライトはもちろんフル LED、 ユニットの下に入った2本のラインはデイライト兼ポジションライトになります。これでも十分スタイリッシュな印象ですが、さらにイノベーションパッケージを選択すると、最長 500m を照射するレーザーライトが装備、幻惑防止型のハイビームアシストセレクティブビームも搭載されますし、ブルーのアクセントが入って見た目もかっこよくなりますから、ぜひともつけたいオプションです。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4785mm、 全幅 1850mm、 そして前高は 1450mm となっています。先代に比べて長さはプラス 115mm、 幅が 25mm プラス、高さも 55mm アップ。フルモデルチェンジによって一回り大きくなっていますから、エレガントな雰囲気がさらに高まっていました。グランクーペは4枚のドアを備えるスペシャリティモデル、ゆえに2ドアクーペに比べると全体的にふくよかな印象が強くなっているんですが、それでもシルエットはあくまでクーペライク。 A ピラーから C ピラーまで断続的につなぐルーフラインはクーペそのもので、流麗なフォルムがグランクーペでもきちんと表現されています。伸びやかなフロントノーズとショートオーバーハングのコントラストも目を引くポイント。ゆったりとしたフロントフードはスタイリッシュな印象を与える一方、ショートオーバーハングによってスポーティーな走りを表現しています。それからアッパーグレードに展開する直6エンジンのために必要不可欠な空間でもありますね。ドアパネルとつら位置に合わせるフラッシュマウントドアハンドルはグランクーペの特筆すべきポイント。フラットに収納されたハンドルがボディパネルとの親和性を高め、シームレスで美しいサイドビューを生み出します。ウィンドウフレームモールディングは M スポーツ専用のハイグロスブラック、ドアミラーハウジングやピラーガーニッシュも同様の質感で、かなり上質な印象です。M スポーツのエクステリアバッジはフロントフェンダーにさりげなく装着、いいね。フェンダーガーニッシュも専用形状で差別化を図るほか、質感も同じくハイグロスブラック、もちろん空力処理も行ってホイールハウス内のエア抜き効果も出してあります。唯一気になった質感はサイドシールのガーニッシュ、ここだけなぜか艶消しブラックで仕上げてあるんです。
飛び石、靴をぶつけるなどの傷がつきやすいところゆえに無塗装かと思いますが、個人的には他と質感を統一してほしいと感じました。足元にはオプションの19インチアルミホイルを装着、リム全体が切削仕上げになっていますからそこまで大きく見えませんが、 M スポーツ標準の18インチよりは迫力のあるホイールになっています。そして特徴的な Y 字の5スポークが非常にスタイリッシュで好印象、ジェットブラックと切削仕上げのバイカラーもかっこよくていいですね。なおタイヤサイズはフロントが24540、リアが25540、ピレリ P0 のランフラットタイヤを装着していました。リアのデザインはあでやかにリファイン、先代は男らしくてかっこいい印象だったんですが、新型では曲線を多用して色気が増しています。フォードアモデルとは思えないエモーショナルな雰囲気も素敵ですし、テールランプ含め3シリーズとは明確に異なるデザインも特別感あって好印象。フロントの超巨大キドニーグリルに注目が集まる中、後ろ姿も独創的でしっかりとブラッシュアップされていました。トランクゲートに与えるのはハイラインパッケージに含まれるオプションの M リアスポイラー、M440i に標準装備のアイテムと一緒で走行性能を高めるダウンフォースをさらに得ることができます。当然ながら見た目もかっこよくなりますし、全体のバランスも良くなって一石二鳥なアイテムと言えますね。 M スポーツ専用のバンパーガーニッシュはダークシャドウブラック仕上げ、グレー系の配色でフロントやサイドと色味が違っています。ディフューザーや左右一本出しマフラーカッターもかなりかっこいいポイントです。リアコンビネーションランプもフル LED、 L 字のポジションランプは最新 BMW のアイコンでもありますが、なぞるように点灯するターンシグナル含めて非常に麗しいライティングになっています。走ってる様子もものすごくかっこいいと思いますが、残念ながら自分でその様子を見れないことが最も悲しいことかもしれません。ライセンスランプも LED で4灯式になっていました。続いては4シリーズグランクーペのインテリア全線からチェックしていきましょう。まずドアトリムの質感見ていくと、ここソフトパッドで、ミドルもソフトパッドで、アームレストから一体になっているこのドアグリップもソフトパッド、ここ結構クッション厚ありますで、ここもつながってますからソフトパッドですし、さらに下の部分もこれハードプラではあるんですけども、1枚なんか薄く皮が巻かれてるような食感で、国産でよくあるような完全ハードプラっていう質感ではないです。シートに関しては今回ハイラインパッケージが入ってますから、バーネスカのレザーシートになってます。完全本革ですね。でこのようにステッチなんかもあしらってあるんですけども、こういう立体形状で独特のパッドになってるっていうのが BM の特徴かなと思います。さらにランバーサポートも4ウェイでつきますし、あとこの M スポーツに関してはここのサイドのサポートが調整できるんですよ。これスタンダードのモデルでもオプション選ぶとできるんですけども、ここのスイッチを押すことでタイトにできたり、さらに広げたりと、こういう自由度があるっていうのも一つ特徴です。ですから例えばそこまで体格がごつくない方であっても、これを締めることによって脇腹横腹のサポート性が上がりますし、ワインディング行ってもさらに運転を楽しめるというのが特徴です。しかもサイサポートといって膝前のこの調整機能もついてますし、結構至るところ動くっていうのがポイントですよね。で M スポーツですからドアシルプレートも入ってますし、あとペダルに関してはこういうステンレス製のものを使ってあります。でここも収納スペースになってますけども、ちゃんとこういうフェルトが巻かれていて質感は高いです。まずステアリングに関してはこれ M スポーツ専用のレザー巻きになってます。なんとナッパレザーが使われているっていうところで、ものすごく滑らかな食感になってますよね。でここにサムレストもついてますし、結構このリムがごついっていうのがポイントになってます。でこのホームパッドのところもちゃんと革が巻かれていて、質感はほんと高いです。でスイッチベースに関してはもうこれは基本3シリーズとか4シリーズのクーペと共通してますよね。でパドルシフトなんかもものすごく質感高いですし、まあ、触り心地は、もうちょっとカチッとしててもいいかなと思いますけども、まあでも見た目の質感はものすごく高いです。メーターこれ 12.3 インチの液晶が入ってます。でこっちにワイドディスプレイ 10.25 インチのものが入ってます。これを BMW ではライブコックピットと総称して呼んでますけども、この液晶メーターであったりナビゲーションに関しては標準装備になります。でメーターがこれ今グラフィカルに表示されてますけども、このように真ん中にマップ表示も可能です。
で、これを変えるには実はこの手元ではできなくて、全部こっちのワイドディスプレイの方で集約されてますから、例えばここの車両情報で設定飛んでもらって、ディスプレイを押してもらって、でメーターパネルと、これで例えば中央表示領域地図にするか、ルート情報にするか、それこそ運転支援系のものにも変えられますし、まあ、こういうところで調整ができると。だからこれを BM は一つのものじゃなくて、合わせて BMW ライブコックピットと呼んでるわけですよね。でメーターはこんな感じになってますよと。あ、今ちょっとこれ起動しちゃいましたけども、これ実は BMW にはインテリジェントパーソナルアシスタントと呼ばれる機能が入ってます。これ何かというと、いわゆる音声認識システムになるんですけども、 OK BMW っていうと起動します、自動起動します。で例えばここで、こんにちは、ご用件をどうぞ。暑い、大丈夫です、温度を下げます、すぐにこれまでより快適になります、みたいなことができるっていうのが、これ一つ新しい BMW の世代からできる機能ですよね。 OK BMW、 あなたは何者？私はあなた専用のパーソナルアシスタントですで真ん中に入ってるのはワイドディスプレイ 10.25 インチになります。でこれもちろんタッチパネルになってますから、こうやって触って操作することもできますし、あと BMW の特徴で言えば、ここにコントローラーがついてますよね、アイドライブコントローラー、これでも操作できます。でさっきみたいにインテリジェントパーソナルアシスタントで音声で操作することもできますし、ものによってはジェスチャーコントロールって言って、こうやって円を描いたり、あとこう触るような動作をすると反応してくれるっていう、そういう機能もついてたりします。ちなみにマップ表示するとこんな感じになっていて、もちろんフリック操作にも対応しますし、ピンチアウトピンチインも対応してますよという感じです。でダブルタップすると拡大ですよね。まあこういう機能性は意外と国産と変わらないかなという印象です。ただちょっとこの画面サイズ小さいかなとは個人的に思いました。でここに入っているのはエアコン関連のスイッチで、デュアルになってますし、さらにシートヒーターも左右席についてますよね。これも実は自動起動するっていうシステムが入ってたりするんですけども、でその下にはこれ BMW ではプログラマブルボタンって呼んでますけども、いわゆるショートカットキーになります。例えば1番には Bluetooth のオーディオをつないでおく、2番には自宅をセットしておくっていう、かなり幅広い領域で自分好みにセットできるっていうのがポイントです。私も以前 BM 乗ってましたけども、その時これ大活躍でしたし、国産車にもこれ欲しいなと思うくらい、ものすごく機能性の高いアイテムになっています。ここにパッド入ってますし、あとこの車に関してはオプションが入ってますから、ここがアッシュ系のウッドになってますよね。で触った感じオープンフィニッシュではないですけども、ここに1枚クリアが塗られてるような質感になってます。上品な内装で、これはこれでいいかなと思いますね。でシフトレバーも短くてすごいスタイリッシュですし、まあ、強いて言うんだったらこの辺りの褐色の使い方と、ここのパネルの質感が若干なんか浮いちゃってるかな、こっちはパネルが安っぽい感じになってるかなというところはありますけども、だからこれはもうヒエラルキーが完全現れてるっていうところですよね。そしてもう少しだけ機能性見ていくと、これここにカメラマークありますよね。これを押すとこのように今後方の表示になってますけども、前方を映すことできますし、さらにこれ360度のカメラがついていますから、このように上から見るトップビューであったり 3D ビューっていうんですけども、これでカメラ映像を様々な方向に切り替えられるというのが特徴になってます。 3D ビュー、これを押すとこのように例えば右斜め前、そして左の斜め後ろとか、こういう感じで周囲を確認することができます。面白いギミック入ってるなと思いますし、本当これはまあ実際オーナーさんになられたら結構使える機能かなと思います。あとそれで言うと BMW は3シリーズから導入してますけども、リバースアシストって言って、 50m の距離であれば辿った軌跡をそのままバックで戻ってくれるっていう、そういう機能もついてますよね。後退アシストってここに書いてますけども、だから狭い場所で例えば対向とすれ違えない、ちょっと下がろうかなって時にそれを使えば
自分でこうヒヤヒヤしながら下がる必要はないよと。だから本当こういう機能性はなんか意外と欧州車の方が進んでるかなっていう印象が改めてなんか感じましたね。であとブレーキホールドもついてますけども、これもちゃんとメモリーしてくれますし、やっぱね国産見習うべきポイントは多数あると思います。でセンターアームレストはこれ合皮になってます。でステッチも入ってますし、中開けていくとここラバー製になっていて、ちゃんと照明も入ってます。あとここもコンソールのトレイになっていて、カップホルダーついてますし、シガーソケット、それから USB のポートもついてます。あとワイヤレス充電器もここに備わってますよね。このまた隠すっていうこういう機能性もいいかなと思うんですけども、そしてごめんなさい、飛び飛びで申し訳ないんですけども、このインパネの質感、これも合成比較になってます。柔らかい素材がちゃんと使ってあります。そしてこの車もちろんアンビエントライト入ってます。こんな感じで今ドアトリムのところ光ってますけども、インパネのところも点灯しますし、あとフットライトも同じように入ってます。これもねここの車両情報っていうところを押してもらって設定ですよね。インテリアライト、これがあるので、ここでアンビエントライトの色であったり明るさを調整できるということになってます。こんな感じで6色で11パターンの配色が用意されています。紫のことをライラクっていう、ちょっとこういうなんかこじゃれた感じが BM の特徴ですけども、まあ、これも非常にいいかなと思います。でグローブボックスに関しては、このリットの部分もちゃんとソフトパッドになってるんですよね。で中開けていくとちゃんと内側植毛加工されてますし、ライトも入ってますから150点です。ルームミラーに関してはこれね、もうちょっと細くしてほしいかな。もちろんこれ ETC が入るようになってるので仕方ないんですけども、ちょっとごついですよね。特にこういう4シリーズっていうスタイリッシュな車にはちょっと合ってないかなっていう気はしますけども、まあまあでも機能性を持たしてるっていう意味ではいいかなと思います。でルームランプに関してはこんな感じのアンバー系の色味で、まあもちろん LED になってます。しかもこのまた模様がこだわりがあっていいですよね。でちゃんとここもアンビエントライトが入ってます。で SOS コールもついてますから安心安全ということです。でバイザーに関してはチケットホルダーは、まあ、これでいけますよね。でミラーと照明も入ってます。同じようにアンバー色になってます。では後席見ていきましょう。まずドアトリムに関してはここもソフトパッドになってますし、ここもソフトパッドで、アームレストもソフトパッドになってます。フロントと大差ないかなっていうくらい結構質感は高いですよね。であと今回の車両はサウンドパッケージが入ってますから、通常でも10スピーカーの構成になってるんですけども、ハーマンカードのサウンドシステムが入って16スピーカーになります。ものすごく多いですよね。ちょっとね現状音響は楽しめてないんですけども、いいのは間違いないと思います。でシート後ろに関しても同じくバーネスカのレザーになってます。うん、やっぱこういうパッドの形状が後ろもちゃんとこだわってありますし、同じように硬い材質になってますから、まあまあグランクーペっていうキャラクター上後席も使う方ほんと多いと思うんですよね。そういう時にはすごく重宝する形状で、なおかつ座り心地も良さそうな感じはします。じゃあ実際に乗っていきましょう。乗り込みのしやすさはまあまずまずかなと思います。こういうところが結構立ってますし、これ BMW の特徴だと思いますけども、結構包み込むような形状になってるんですよね。なのでおそらくここで傾斜をつけてるっていうところだと思います。で運転席は私の身長175センチに調整してあります。その状態でニールーム測ってみると、だいたい拳が2つ程度取れます。まあ、もちろんボディサイズが 4.8 メーター弱ある車ですから決して広いとは言えませんけども、クーペベースで後席を使えるようにしてるっていう意味ではなかなかいいかなと思います。つま先もまあまあなんとか入りますし、足は組めないにしてもそれなりに後ろちゃんと使えるようになってるなっていう印象はありますよね。肝心のヘッドルームですけども、かなりこう後ろに絞り込んだ造形になってる割には普通に座っていて拳がまあだいたい1個程度取れますし、これもいい感じじゃないですか。結構びっくりしますよ本当に。なんかクーペだから後ろ狭いんでしょって思ってたら、
意外と普通に座れるじゃんっていう印象はありました。であとアンビエントライトちゃんと仕込まれてますから、ここの後ろ見やすいですね。ドアトリムに入っていて、でドアポケットも仕込んである。さらにフットライトも入ってますよね。で機能性見ていくと、今回の車はコンフォートパッケージがついてますから、ここにシートバックポケットも入ってますし、あと3ゾーンのフルオートは標準装備ですけども、ここのタイプ C の USB ポートも増設されています。まあでも5人乗りとは言っても、やっぱここのセンタートンネル、プロペラシャフトがこう通っていて、ここかなり出っ張ってますから、まあそういう意味では2プラス2って考えてもらった方が一番いいかなと思います。でも大人4人で例えば1泊2日の旅行行くくらいだったら、これで全然こなせるくらいの、まあ、許容量はあるかなと思いました。でここにアームレストがついてますけども、これちゃんとカップホルダーもついてます。ただこれがね、こういう風に開くっていうのはちょっと微妙かなと思うんですよね。腕を置いた時に干渉するじゃんとか、どうせだったらこう前に飛び出してほしいかなというのが個人的な感想です。あとちょっとここの開け閉めの感じが安っぽい感じがして、ちょっとこれはうーんっていうところはありました。そしてルームランプに関しては、真ん中もちゃんと LED になってますし、アンバー色になってますよね。でこうじわーっと消えていくのがいいなと思いました。さあラスト、ラゲッジスペース見ていきましょう。もちろん電動のテールゲートついてますし、この4シリーズグランクーペフットのオープナーもちゃんとついてます。でしかも開閉もやっぱ欧州車はスムースなんですよね。国産もそれ見習って最近早くなってますけども、非常にスムースでいいかなと思います。で無駄な音もしませんしね。これまず荷室容量を見る前に、やっぱグランクーペの特徴はこれだと思います。ガバッと開く、もう大開口のテールゲート、これがあるから荷物の積載性がものすごく高いですし、変にぶつけたりする心配が全くないっていうのはいいところかなと思います。でここにトノボードが入ってますから、これでプライバシー保護もできますし、あとここで隠しきれない分に関してはこっちにボードがついてます。でこれもちゃんと取り外しが可能になってますから、まあ邪魔な時は外してもらえばいいかなと思います。で荷室容量に関しては通常時で470リッターになります。こうやって見るとそんなになんか数字的にはないのかなっていう感じはするんですけども、でも実際見ると意外と広いですし、奥行きもある。でここちょうどバンパーがせり上がってますから見にくいんですけども、これだけ高さありますから、まあそこそこのものだったら何ら問題なく積めるかなという印象です。でちゃんと内張りはフェルト仕上げになってますし、イオン対策であったり傷防止には一役買うポイントかなと思います。買い物フック、シガーソケット、それからネットを固定するためのフックもついてますよね。でここにサイドにこのようにポケットがあったりとかいうので、結構機能性は高いです。でラゲッジランプに関してもここで LED の照明が2箇所に入ってますよね。色味はね若干変えてあるのかな。真ん中のセンターの部分とかフロントに関してはアンバーっぽい色だったんですけども、このラゲッジに関しては結構白に近いような色ですね。これ面白いな、微妙に変えてあるっていうのが特徴です。で鉱石を倒したいんですけども、おそらくこれはレバーないので一旦リアドアの方に回り込んで倒す必要はあると思います。なのでここの肩口のレバーを引いてやるとシートがまあ倒れるわけですけども、これ4対2対4の分割加藤式になってます。ですからスルーローディングシステムといって真ん中だけ倒すこともできますし、長尺物を積みながら4人で旅行するっていうことも可能になってます。フルラゲッジの状態で荷室容量は1290リッターです。まあこれだけあったらもう全く不満ないですよね。まあこの車でその大きな家具とかをね買いに行くかどうかっていうのはまあ話は別にしても、でもこれだけあったら十分な実用性持ってますし、広さとしては申し分ないで、まあいないと思いますけども、車中泊するっていう場合だとここのつなぎ目は段差ないんですよね。ただ全体的にこのラゲッジからリアシートにかけてちょっと傾斜はついてます。なので頭向こうにすればなんとか車中泊できるかなというところですけども、一応そういうパッケージングになってます。ということで今回4シリーズのグランクーペ内外装をご紹介してきましたけども、これ 420i ということで2リッターの直四のガソリンターボ搭載されています。ぜひそちらもご覧ください。
というわけで新型4シリーズグランクーペ内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり使用などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。